日本語作詞者の村野志郎ドイツ語作詞者のホフマンフォン、ファラースレーベン、ブン,ブンブンブンは、ボヘミア民謡に日本語の歌詞を付した同様。村野志郎作詞、1947年発表。曲は、チェコボヘミア地方で歌われていた民謡に、ドイツの詩人ホフマンフォン、ファラースレーベンが詞を付したドイツ、五曲ビエネ、を元とする。チェコボヘミア地方で歌われていた民謡に、 ドイツの詩人ホフマン・フォン・ファラース・レーベンが1835年に歌詞を付したものである。1843年、ライプツヒで出版された、同様集、フンフトシック・キンダー・リーダーに、ビエネの題で初めて収録された。この時の楽譜は、都庁長で書かれている。題名のビエネはドイツ語で、西洋蜜チなどの花鉢を指す。現代ドイツでは歌い出しの歌詞であるのを 表す擬音から、サム、サム、サムの題名で知られる。ホフマンの詩は、洋法の様子を歌っており、前半は野山を飛び回り働く蜂の姿を描き、後半ではそれによりもたらされる蜜郎や蜂蜜の恵みに感謝を捧げる内容となっている。ブンブンブンは1947年、小学校1年生用音楽科教科書、1年生の音楽に掲載された。作詞は、 詩人の村の指導による、同教科書は戦後唯一の文部省編集、小学校音楽科国定教科書である。1949年に開始された学校教育法下での検定教科書制度においても、ブンブンブンは引き続き採用され、1951年から教育芸術者、1952年から教育出版観光の小学校1年生向け音楽科教科書に、 登場し、以後も断続的に掲載されている。ドイツ語版では5番までの歌詞があったが、村野は2番までとしている。また、ドイツ語版の用法に関する歌詞とは異なり、開花した野原に蜂が集まる様子を歌っている。ビエネは都庁長局であったが、1年生の音楽掲載のブンブンブンは波長長に改められている。2013年4月24日から村野の出身地である。 東京都府中市の京王電鉄京王線、府中駅において、下りホームの列車接近メロディとして使用されている。別の題名、すがるで、同じ曲を1913年、吉丸和正が、新作小課題4週で、ブンブンブンバチがなくと作詞して出版している。2019年にファンケル、マイルドクレンジングオイルの CM、スルンの歌編にて、替え歌が使用された。 1753年ドイツ製、ステンドグラスのコピードイツゴビエネの例、エキナセアの花で花粉を集める西洋蜜蜂、日本語詞に歌われるノバラの一例、列車接近メロディとして、ブンブンブンが流れる京王線府中駅、下りホームホーフマンフォンファラースレーベン作詞、1843年版。ここでは、都庁長であるが、1947年刊行の文部商編、 一年生の音楽に掲載された、ブンブンブンは波長長である。ありがとうございます。